筑波大学陸上競技部は、筑波大学体育会所属の陸上競技チーム。1902年に、東京高等師範学校とホブとして創部し、日本初のオリンピック選手、金栗四43をはじめとして、多くのオリンピック選手や日本代表選手を輩出してきた。また卒業生の多くが教師として、陸上競技部の監督やコーチを務め、 各種の陸上競技団大役員に就くことで、日本の陸上競技会を支えている。筑波大学陸上競技場1902年に、東京高等師範学校とホブとして創部し、1974年より、現象の筑波大学陸上競技部を名乗っている。学軍生から大学院生まで、毎年200人以上が所属する大きなチームであり、そのうち4分の1ほどが女子部員である。 2018年度の部員は239人。チームの目標は、日本学生陸上競技対抗選手権大会での男女アベック優勝であるが、総部当時は学校体育の一環という位置づけであり、2018年現在も課外活動としての位置を守っている。したがって、入部に条件はなく、筑波大生であれば希望者は入部できる。 各種大会で活躍するチームの主力は、少数の推薦入学者であることが多いが、一般入試を突破して入部後に頭角を表す、学生や体育専門学部に所属でない学生も、少なくなく、必ずしも、入部前から競技力が高い選手が集まっているわけで、ない。例えば5000メートルで、女子選手よりも遅かった、男子部員が1分以上記録を縮めた事例もある。 練習拠点は、筑波大学陸上競技場で、長期休暇中を除き、通常練習は火曜日と木曜日が16時45分、水曜日が15時15分、土曜日と日曜日が9時30分に開始する。練習は短距離、障害ブロック、中、長距離ブロック、跳躍、混成ブロック、投てブロックの5つのブロックに分かれ、短距離、障害ブロックは、短短パート、 単調パート、障害パートに、中、長距離ブロックは中距離パート、長距離パート、競歩パートに細分される。学生自治の名のもとに、基本的には、学生が自発的にトレーニングに取り組むことを当然とする雰囲気がある一方で、指導者は放任しているわけではなく、少なくとも一人は競技場にいるという状態を、ほぼ維持している。トラックフィールドを標榜し、 相飛べ投げ全体を大切にするというスタンスを取る。そのため、箱根駅伝復活プロジェクトを立ち上げながらも、東京箱根間往復大学駅伝競争に特化することはできない。部内は男女で特に分かれておらず、練習や部内委員会なども男女共通であり、唯一、女子首相は女子部員全体をまとめる役として、毎年最高学年の中から選出されている。 男子と女子が互いに切磋琢磨することで、高いレベルが保たれ、関東学生陸上競技対抗選手権大会では、女子が20連覇を達成している。また、競技者として、自身の記録向上に専念するだけでなく、筑波大学陸上競技会、筑波陸上競技選手権大会、筑波マラソン、七色スポーツフェスタの企画、運営を部員が行うなど、社会貢献も行っている。 卒業した部員の多くは中学校、高等学校、高等専門学校、短期大学、大学の教員となり、各校の陸上競技部監督やコーチに就任したり、全国高等学校体育連盟の陸上競技部など、陸上競技団体の役員になり、日本の陸上競技会の発展に努めている。このため、 筑波大学陸上競技部出身の監督や親の指導を受けて入部する学生も少なくない。一方で日本陸上競技連盟の筑波大出身役員の多さを問題視する意見があり、筑波大枠で日本代表に選抜されたのではないかと取り沙汰されたこともある。筑波大学には本校の陸上競技部の他にも体育会医学部会所属の医学陸上競技部と 体育系一般学生団体の陸上競技同好会がある。医学陸上部と陸上同好会は普段の練習を合同で行っている。筑波大学の前身たる高等師範学校では体操以外の運動には冷淡であると言われてきたが、加納次五郎が校長に就任するとスポーツが盛んな学校となった。年秋には、 初めての大運動会が開催され、1896年3月には、より愛会から運動会が独立し、筑波大学集級部や公式野球部の前身となる、フートボール部やベースボール部はこの時に創部した。続いて1898年2月には、お茶の水から池上本門寺まで走る、各級建客競争が開かれ、約160人が参加。 長距離走大会は後に講師の伝統となった。1901年10月、加納校長の提案で、より合い会と運動会を統合した交友会が発足し、運動部会には10部が所属した。同年の講師運動会では、全国の中学校、市範学校の選手を集めた競争を初開催した、ほか、第2回の長距離走大会を大宮氷川公園で実施した。 そして翌1902年、校友会に徒歩部と遊泳部が加えられ、そのうちの徒歩部が、筑波大学陸上競技部の前身である。当時まだ、陸上競技という言葉は存在しなかったのである。加納校長は、徒歩主義を奨励し、1904年に、秋の遠足を長距離競争に、1908年には、春の遠足も長距離競争に変更。 約600人の全校生徒が参加する大会とした。こうした雰囲気から1906年10月に、生徒有志が歩行術研究会を結成して、新珠連帯歩行法を学習し、徒歩部員が東京帝国大学、第一高等学校、学習院、駒場農学校の運動会に出場するなど、対外試合に参加するようになった。菅野新七が、 大阪毎日新聞主催の神戸大阪間、マラソン大競争に出場して5位に入賞するなど、頭角を表す選手が出てくるが、部全体としては弱小で、東大運動会などに出場すれば再位が定番で、1910年秋の校内長距離走では、徒歩部員でない者に優勝を奪われる始末であった。そのような状況下で入部したのが、金栗43であった。 トホブの練習風景トホブ員、加納ノ五郎校長、カニ特部長、金栗四十43、渋谷と清密らの姿が見える。金栗が入部した頃のトホブの練習メニューは、全員揃って東京講師の校庭から菅間を経由して、板橋方面への往復一両24から25部の、ゆっくりとしたペースでかけるというもので、金栗のように高みを目指す選手には満足のいく。 ものではなかった。そこで、金栗は、自主的に朝練に取り組み、菅野から伝授された、油抜き奏法を実践するなどして鍛錬し、羽田運動場で開かれた1912年、ストックホルムオリンピックの予選会で25マイルの、マラソンで2時間32分45秒の、世界新記録を打ち立て、短距離走の三頭屋彦と共に、日本初のオリンピック選手に決まった。 このマラソンには、金栗の他にも東京講師から橋本三郎と野口玄三郎が出場しており、それぞれ5位、4位となっている。金栗はオリンピック本番で熱中症のため途中棄権となったが、その後も二度オリンピックに出場し、卒業後も長らく徒歩部の指導に当たった。金栗の後輩、野口玄三郎は第1回日本選手権を棒高飛びで、 第3回極東選手権を十種競技で優勝した後、後東京講師の教授として母校に戻り、陸上競技部長に就任した。こうして、長距離走での活躍から始まった、とほブは1915年以降、数年にわたって、日本の長距離界の上位を独占するようになり、この頃から短距離走や、他の種目の競技力も向上を見せるようになった。 1918年11月25日には、東京帝大東京講師対抗陸上競技会が開催され、引き分けに持ち込んでいる。この両校の対抗戦が発展して、翌1919 19年に、関東学生陸上競技対抗選手権大会の前身となる、東都専門学校連合競技大会の第1回大会が開かれ、関東学生陸上競技連盟もこの時発足した。 1920年、金栗、野口と、明治大学競争部の沢田栄一の3人が、企画した第1回東京箱根間、往復大学駅伝競争が4、大専門学校対抗駅伝競争の名で、開催され、東京講師が優勝を果たした。同年、全国専門学校連合協議会の名で、開催された第2回関東委員会では全会、 優勝した早稲田大学を4点差でかわして優勝した。なお、この頃に徒歩部から、競技部へ解消している。1928年5月、第1回日本、学生陸上競技対抗選手権大会が、明治神宮外苑競技場で開かれ、東京講師は壮大、京大、京大、東大に次ぐ5位となった。翌1929年5月の第2回日本インカレでは、壮大、 にに次ぐ3位に順位順を上げた国内の学生大会だけでなく、国際大会においても、オリンピックや極東選手権に多くの学生が派遣され、1924年のパリオリンピックには東京講師陸上競技部長の野口玄三郎が監督として派遣された。吉岡隆則1929年に東京文理科大学が創立し、東京講師が その不治行となったことを受け、翌1930年に、東京高等師範学校陸上競技部は、東京分離課大学陸上競技部に名を改め、東京講師、分離課大合同の陸上競技チームとなった。また、校友会も大塚学友会に解消した。チーム名は、分離課大で統一されたものの、部員は、東京講師の生徒が中心で、 文理科大生は多くとも1学年3人であった。また、東京文理科大学は、女子高等師範学校の卒業生に入学資格を与えたことから、女子学生が存在したが、女子の入部者はいなかった。なお、東京講師から文理科大への移行期には、運動部全体が一時低迷したが、1930年の年の日本インカレでは、後に、 赤月の超特急の異名を与えられる吉岡隆典が100メートル200メートルで2冠を達成するなどして壮大に次ぐ2位となった。そして翌1931年の日本インカレで念願の初優勝を飾った。この年、12章31章からなる競技部の定冠を制定し、事務所を東京公式宿舎に置くなどの事項が取り決められた。その後も1932年。 1934年に日本インカレで優勝。1938年からは3連覇を果たし、学生陸上競技会の中心をなすチームとなった。この間、1936年に北多摩郡法野城下法野に新競技場が建設され、長らく競技部の練習拠点として利用されることになる。日中戦争の先行きが不透明となる中、百四十一年に、 大津科学友会は解散し、新たに全学一致心身を修練し、教育報告の規範を寛容し、実践力を練成するために大津科学園報告会が発足した。その中に、丹田部が設けられ、陸上競技部は陸上競技班となった。丹田部各班は、戦況が厳しくなる中も活動を続けたが、1944年以降は、 活動記録がほとんど見当たらなくなる。東京講師及び分離課題の競技部出身者は、日本全国の学校で教師に就任し、各校で生徒に陸上競技を教える指導者となった。それだけでなく、雑誌、体育と競技で最新の陸上競技の情報や技術を人々に発信し、陸上競技の専門書を表して、陸上競技の普及に努めた。 終戦までに刊行された陸上競技に関する書籍232冊のうち、競技部関係者が執筆陣に加わっているものは半数以上に上り、特に野口玄三郎著オリンピック陸上競技法は28版まで増刷されたベストセラーとなった。東京体育専門学校、もう一つの競技部1941年、体育研究所を廃止して、 東京高等体育学校が開校した。初代校長は、安ずま太郎であったが、実務は、体育研究所時代に義士であった、大谷武一野口玄三郎の両名が司った。陸上競技の指導は、陸軍と山学校から赴任した、浅野達蔵と竹政清次が担当した。竹政は、後の東京教育大学、筑波大学でも、競技部の部長。 監督を務める人物である。戦中の東京高等体育学校は、公軍大会や国防競技に出場し、1943年の第2回、関東学徒公軍大会で優勝。同年の国防競技で、東京講師に次いで2位に入賞している。東京高等体育学校は1944年に、東京体育専門学校に改称し、 1946年の関東インカレで2位、1947年の箱根駅伝で9位、日本インカレで7位、1948年の箱根駅伝で8位、関東インカレと日本インカレで共に8位、1949年の箱根駅伝で3位に入賞した。1949年6月1日、国立学校設置法の制定により、 新生国立大学68校が一斉に開学し、分離課題は東京講師、東京体育専門学校、東京農業教育専門学校と統合し、東京教育大学が発足した。これに伴い、分離課題と東京大戦の陸上競技部を統合し、東京教育大学陸上競技部として関東学連に登録した。教育対陸上競技部の初代部長には、 浅川翔一、監督には、竹政清二が就任した。旧正各校から移籍したものから、新生高等学校の卒業生まで多様な、年齢層の部員を抱えての指導であった。また、女子部員が入部するようになる。部員は、活動拠点である法屋の合宿所、部員のほとんどが所属する、体育学部のある、旗ヶ谷キャンパス、一般教養の授業が行われる、 大塚キャンパスを行ったり来たりする生活を送った。実際の練習は、火曜日に全部員が集まる合同練習を、旗ヶ谷で、他の曜日の合同練習を、法屋で、ブロック練習を法屋または旗ヶ谷で行い、週1日は、フリー練習、または休養としていた。下柱が立たないよう陶器は、旗ヶ谷のグラウンドにむしろ惜しく、法屋グラウンドに、 西武鉄道から払い下げた枕木を敷き詰め、そこにバーベルを並べて、ウエイトトレーニングを行うなど設備が整わないなりに、工夫して練習が行われた。ホーヤグラウンドは、ラグビー部との兼用で、ラグビー部が練習しているそばで、競技部員がハンマー投げをするなど危険を伴いながらも事故は発生しなかったという。教育大競技部として、初めて参加した1949年の、 日本インカレでは競技部史上初めて0点に終わるという結果であった。この成績は日本学生陸上競技70年史で名門の分離代は無得点に終わった。と書かれるほどで部内では開催地の名を取って赤市の0点を忘れるな。を合言葉に練習や試合に臨むこととなった。翌1950年は入賞一名で4点となんとか零点を脱し、 1951年に5位、1952年に4位、1955年1956年に連続で3位となるなど上位入賞はするものの、優勝には届かない時期が続く。一方の女子は1952年に関東インカレに初出場して3位に、日本インカレでは6位に入賞を果たす。その後日本インカレでは1956年に3位。 1957年、1958年に連続で2位など男子同様の活躍を見せるようになる。教育大の後期は、筑波研究学園都市への移転が取り沙汰されている時代であり、学生運動に傾注する学生も多く、競技部の活動も低調となっていく。この頃の部員数は1学年20人前後、総数80から90人であり、 学生運動に身を投じて退部する部員も存在した。部員は首相を中心として、熱心に励むも、関東インカレでは男女とも10位以内に入賞できるが、優勝はなく、日本インカレでは、女子はたびたび入賞を逃し、男子は1969年の6位を最後に、入賞できなくなってしまう。教育大の教員である部長、コーチ、監督ら指導陣は選手を強化しようにも、 大学闘争の処理で思うようにグラウンドに立つことができず、在京の OB が日頃の指導に尽力した。強化策として OB が順天堂大学との競技会を企画、開催し、春や夏の合宿に、暁の超特急こと、吉岡隆典や、東京オリンピックでスターターを務めた松台和を臨時コーチとして招くなどした。また順天堂大学との競技会は、 日刊スポーツ新聞社の社員になっていた OB の安田の明らの協力でナイター陸上へと発展しスーパー陸上を経てゴールデングランプリ陸上として続いている。教育大のつくばい店が現実問題となると練習拠点の法や合宿所は閉鎖が決まりその時になって近隣商店に多額の借金を抱えていることが判明した。 学生の自治管理による運営であったために発覚が遅れ、体育学部の教授会では原因究明と借金返済に大いに苦労したという。また、可能うじごが書いた、勢力全容の額を紛失していることも明らかとなった。1974年3月のある日、法野寮に部員が集められ、いつから、筑波大学陸上競技部を名乗るかが議論された。翌4月から、 筑波大学一期生が入学し、教育大陸上協議部に、筑波大生の入部が予想されたためである。議論は白熱し、翌4月から、筑波大陸上協議部に改明、教育大と筑波大の在籍者が2学年ずつになる、翌年に改明、全員が、筑波大生となる翌々年まで解明しないの3案に、絞られたが、結論は出ず、一任された。 竹政部長の鶴の一声で、翌4月から、筑波大陸上競技部を名乗ることになった。筑波大学への移行後、全国高等学校総合体育、大会優勝者など有力な選手の入部が続き、部員は1学年50人以上、総勢200人超の大女隊となる。チーム名が筑波大に統一されたとはいえ、 教育大時代に入学した部員はそのまま法屋で、筑波大に入学した部員は筑波で、それぞれ練習を積むという状態となり、指導者はそれぞれ配置されたものの、法屋と筑波を往来する日々が続くこととなる。統一者年度の日本インカレは、男子が6位、女子は入賞ならずという結果であった。1976年の日本インカレは男女とも3位、全員が、 筑波大生となった1977年は男子が3位、女子が5位入賞であった。この年、初めて全てのブロックにコーチが揃い、全種目の指導ができるようになった。その後も男子は高順位を維持し、女子は人数不足から入賞を逃す年があるという状況が続き、1985年に男子が実に45年ぶりとなる優勝を果たした。 1988年は男子が一種目優勝のみの3位に沈んだ一方で女子が初の優勝をつかんだ。平成に入った最初の日本インカレは男子が優勝し目なしだったものの3位を維持、女子は複数し目制派ながら5位に転落した。一方、この頃から女子の入部者の増加とともに従来の男子優先の活動から 男女平等な活動へと移行していき、男女アベック優勝が掲げられるようになっていく。1990年、女子が2度目の優勝を果たすと、2006年まで、土涛の優勝17回を積み重ねることになる。一方の男子は、この間、2001年と2003年に優勝し、2度のアベック優勝を達成している。その後、女子は二千九年から二千十四年まで六回連続の、 優勝を続け、2018年に4年ぶりの優勝を果たした。男子は2008年に優勝したが、この年の女子優勝は福島大だったのでアベック優勝とはならなかった。第1回箱根駅伝優勝メンバー筑波大は、全進行を含め、箱根駅伝に62回出場した経験を持ち、1920年の第1回大会で優勝しているほか 長年国立大学唯一の出場校として奮闘していたことで知られる。しかし、1994年の第70回大会後に出場が途絶え、2020年の第96回大会出場まで26年のブランクが生じた。出場が途絶えて以降、競技部のプロジェクトとして箱根駅伝出場を目指してきたが、2011年に、 箱根駅伝復活プロジェクトを立ち上げ、本格的に復活を目指している。このプロジェクトは文部領土を掲げており、部員は学業のハードルを下げることは許されない。当初の目標は5年以内に本大会出場、10年以内に優勝であった。この目標は達成しなかったものの、2019年の第96回大会予選会を6位で通過し、 翌年の本大会へ26年ぶりに出場した。26年のブランクは、青山学院大学の33年に次ぐ、歴代2位の記録である。2020年現在、箱根駅伝出場経験のある、筑波大競技部出身の広山つとが監督を、務める。私立大学のように豊富なスタッフがいないため、監督は、学生指導のみならず、OBOG を訪ねての支援要請。 高校生選手のスカウト、シューズの発注、部の会計事務など多岐にわたる業務を負っている。クロスカントリーコースマネージャーはおらず、普段の記録測定は監督が行う。練習場所のクロスカントリーコースは選手が自分たちでウッドチップを敷き詰めて整備した。資金集めにはクラウドファンディングを利用し、週3回選手に夕食を出せるようになったが、選手は量に分縮しており、 基本は自炊生活で全員が集まれる食堂もない。一方、研究室で運動生理学的なデータを取って学生が研究課題として取り組むなど、筑波大らしい強みもある。2003年と2004年に、金貝浩二が学連選抜チームの一員として5区に連続出場。2004年の第80回大会では、区間賞を取り、初代の金栗43倍を獲得した。 2019年の第95回大会には、相馬隆氏が関東学連選抜チームで山登りの5区を走り、復活プロジェクト開始以来初めての筑波大、競技部からの出場者となった。相馬は、佐久長生高校でキャプテンを務めた選手で、一般入試を突破して入学し、第94回大会でも学連選抜メンバーに登録されていた。 2020年は26年ぶりにチームとして本戦に出場したが、2021年は予選会で本戦に進める10位と18秒差で出場を逃した。なお、競技部は全日本大学駅伝対抗選手権大会にも、1980年の第11回から1984年の第15回まで5年連続出場しており、最高順位は1982年の 第13回大会に出した3位である。女子は全日本大学女子、駅伝対抗選手権大会に、第1回大会から第21回大会まで、唯一連続出場するチームであった。ただし、出場初期の頃には選手を確保することが困難で、短距離選手やバスケットボール部からスケッを呼び、何とか出場するという状況であった。長距離選手だけで出場できるようになっても、 日本インカレで実力以上を出し切って故障する選手が多発し、順風満帆とはいかなかったが、1999年、2001年、2002年の3度、優勝を飾っている。連続出場が途切れてからは2012年から2014年に3年、連続出場し、2012年の第30回大会では、キューマ萌えが10位で受け取ったタスキを5位で、姉の優につなぎ、 優が3位に押し上げて最終3位入賞を果たした。筑波大学には競技部出身の体育系教員が数多く在籍するが、陸上競技部の指導者に陸上競技以外を専門とする教員が就任することがあるという特殊な体制をとっている。ブロック別にコーチが任命されているものの部員は自分の所属ブロック以外のコーチから指導を受けることもできる。 部長経験者オリンピック選手パラリンピック選手トラック競技の選手フィールド競技の選手その他ありがとうございます。